ジャイロなしでいきますね。よし、頑張ろう。レディーゴー。さあ、5種類って難しいんだよな。ほんと苦手。ここ。まあ、2000超えてれば、とりあえず OK かな。いや、貯めちゃおうか、これ。ほい。いない。お、ナイス。おお、いいね。待つ、ここ。あ、届かん。やべえ、危ない。いないじゃん、くっそ。2400、まあそこそこかな。183、大粒が2体くらい降ってきたもんね。ラグミ5、ピーターパン5、どっちが強いですか？ラグミかな。いやー、来たな、好き。27、茶色がもっと降ってこい。いや、これはピーバー5だな。まあいつもためよう。ここほい。くそは。3つ溜まる。1300、ゴムでフィーバー入る、キューチェーン繰り越し。あ、こっからガジェットたまらんよな。うお、たまるわ。ほい。2000。
700、結構いった？マイツム上振れすればそこそこいきそうだね。やべ最初の入りが悪すぎる。はい、そう、全然振ってこん。ほい、起きた。600、読んでたまる。暇が空いてる。お、大詰む。クリコせんかったか、今のタイミングで。惜しかったな。え、ちょっと、ちょー全然振ってこん。カルピスさん、こんばんは。一回くらい3000出したいね。ヒーさんも、こんばんは。いやー、少ねえ。いない。これ2000怪しくない?2000 はさすがに行くかな。ひたすら早く消すしかないな。ほい、結構しんどいなこれ、ずっと続けるの。5種類ってだけで神経使うわ。ダルマミニのコツ、チェーンを上に繋いでください。でその後ボム割る。2000は行くわ。あんなグダってたのに。もう一回使いたいな。 OK。案外行くね。
チャンネル高校ラップ選手権さん、こんばんは。いや、最初にやっぱ7チェーンがあると超嬉しいんだけどね。あれ遅い。S3 もこんばんは。あ、振ってこんかった。うわー、今一瞬光ったのにな。こっちつながるよーって点滅してたのに。やばい、このプレイしどいわ。タイミングとか全てが合ってない。1602 これひどいな。枚数も少なかったかな。128、うーん、いや少なかったね。まあこんだけプレイしてたらあるでしょう。しめさん、こんばんは。28。コツ意識してだるま見に行ったら2200。あ、ちょっと待って、いない。2266、もっといけんじゃない。うそ打ってこないよ。すげえ。5種類ね、つらいね。いてもつながらないとかあるからね。バラバラすぎて。これも少なかったね。さあ、枚積む多い回が来るのかな。
ほい。お、降ってきてる。これはそっち行っちゃったか、チェーンが。上のチェルナの大ツムをうまく使って、ほい。危ねえ。あー、いない。今行けそうだったのになー。ハムスターベルやめてよー。見づらいな、お前、ほんとに。はい。29。やばい、喋ることが何もない。てか5種類だと喋ってる余裕あんまないだよな。生放送初見です、ありがとうございます。なぐみ邪魔りだったら、どっちにスキルチケット、僕だったらラグミかな。僕だったらね。これは待つか。
ここ。うわ、たまんない。うわー、いいねー、これ。今、スピチケ4枚あって、ジャマネスさん、ラグビモさん。どっちをスキル4にした方がいいか。すごい難しいとこだけど、コイン稼ぎ粒が欲しいんだよね、きっと。どっちかな。個人的に邪魔ではなしなんだよね。言うてそこまで強くないので、邪魔れって。でも3チェーンはやっぱ簡単な方なのかな、普通にチェーンをするよりかは。そこら辺はいつも言う人それぞれなので分かりませんけど、ましろさんこんばんは。あきさんが強いと思う。ツム、ユキエル、ガストン、ラグミスキル6。簡単なラグミでいいのかな。11。お、あー届かんかったか。最後の方ガッと降ってきたけど3000惜しかったね。234、ほらめっちゃ降ってきた。うわー今のは51ではないのか。まあいいや、無視しとこう。それどころじゃない。あ、タカさんこんばんは。
あ、繋がってよかった、今のところ。3で溜まる。あー、あ、ラッキー。3000円逃した。あー危ねえ。いない。ノーアイテムでどれぐらいコイン稼げるようになったらコインアイテム使うべきですか？コインアイテムは常に使っといた方がいいと思いますよ。単純に自分の稼いだ量のコインプラスしてくれるので、よっぽど少ないコイン数じゃなければ使ってた方がプラスになると思います。まあ、そこら辺は自分で計算すればわかると思うんですけど。いないか。はい。6秒11。いないか。くそー、たまんないな。ラスト。さあ、2000枚は超えないと、ちょっとやばいな、これ全然超える気しないな。ここで1000枚。ちょ、毎粒振ってきて。はい、終わり。はい。少ない。ちょ、この群れやばいな。
いない。うわ、1900。155。はい、ということで、コインアップのみガジェット30分終わりました。まあ、54使ってるよりかは上になるんじゃないのか？ 2 プレイ多いし、アイテム分が安いので、全然上になると思います。どうでしょう？なんか、不思議な倍率があったような気がするけど、まあ気にしないでおこう。3万とか超えるのかな。さすがに超えるか。だって10何プレイ、13プレイでしょ。ああ、どうか、微妙か。アイテムプレイの方がいいのかな、こういうツムは。低スキルの場合、スキルがうまく回らない場合だとこういう方がいいかもしれんね。スキル上がってきてもうスキルガンガン回るんだったら54使った方がプラスにはなるのかな。さあどうでしょう。でもそうなると、邪魔れのスキル3って